高津駅。高津駅は、神奈川県小田原市高津4丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東海旅客鉄道、JR 東海の駅である、JR の境界駅の一つ。東駅の所属線となっている、東海道本線と、東駅を起点とする、御殿場線の二路線が乗り入れている、東海道本線の東駅を含む東京、 ア海間は JR 東日本の管轄。JR 東日本が第一種鉄道事業者。御殿場線は全線にわたって JR 東海の管轄である。当駅は JR 東日本の管轄駅であり、JR 東海には属さない。JR 東日本横浜支社がホーム、駅舎の管理及び駅業務を行っている。1987年4月の 国鉄分割民営化までは、東海道本線、御殿場線ともに、日本国有鉄道、国鉄の路線であったが、この分割民営化によって、東海道本線東京、熱海間は、JR 東日本、御殿場線は、JR 東海の管轄となった。東海道本線に関しては、東京駅発着系統と、新宿駅経由で、 高崎線に直通する湘南新宿ライン、東京駅、上野駅経由で、東北本線、宇都宮線、高崎線に直通する上野東京ラインが停車する。運転形態の詳細については、東海道線、JR 東日本を参照。特別企画乗車券、特特、切符については、JR 東日本が発売する、休日お出かけヘパスは、 東海道本線小田原駅までがエリア内だが、御殿場線内は JR 東海の管轄であるため、休日を出かけ、パスエリア外である。JR 東海が発売する、休日の利放台切符は、これとは逆に、御殿場線が対象エリアとなり、東海道本線は JR 東日本の管轄内となるためエリア外となる。なお、いずれの独特切符に関しても、 当駅では乗降可能である。313系をはじめとする JR 東海の近郊型車両が乗り入れる最東端の駅でもある。1887年、初代横浜駅、1915年以降は桜木町駅から当駅までの鉄道路線の開通に伴い、高津駅は開業した。その2年後の百八十九年には当駅から御殿場駅、 沼津駅を経て、静岡駅までが開通したが、高津駅から御殿場駅までの区間は、勾配がきついため、列車を後押しする機関車を連結することとなり、当駅は機関車の基地として、重要な役割を有することとなった。1八8八年には、駅前から小田原、湯本までを結ぶ小田原馬車鉄道も発着するようになったが、後に小田原電気鉄道と社名を改め、 1900年には日本で4番目の電気鉄道路面電車となった。1925年には横浜駅から東駅までが電化され、電気機関車と蒸気機関車を付け替える駅としての役割も担うようになる。しかし、御殿場周りのルートは勾配がきついため速度向上のネックとなっており、またトンネル掘削技術が向上したことにより、 熱海を経由する新しい路線を建設しようとの機運が高まった。まず、1920年に熱海線として、東駅から小田原駅までが開業。これに伴い、小田原電気鉄道線は廃止された。熱海線は、その後、1922年には真鶴駅まで、1924年には湯河原駅まで、 1925年には、熱海駅までと次々に延伸が重ねられた。1934年12月になると、丹那トンネルが完成し、熱海沼津館が開通。これを機に新線と熱海線が、東海道本線に編入され、東海道本線は、古殿馬駅経由から、熱海駅経由に変更された。高津沼津館全通までは野、延屋。 桜といった当時最速とされた列車でさえも、機関車連結のために停車していたが、東海道本線のルートが、熱海経由になったことにより、当駅は、本線の後押し記者の連結駅としての役割を終え、また新ルートは、当初から電化されていたため、機関車を付け替える、駅としての役割をも終えることとなった。構図五天場沼津のルートはこの時に、五天場線として分離され、 1943年には、戦時中の金属教室により、単線となった。以後、高津駅は、東海道本線から、御殿場線の分岐する、小さな接続駅として役割のみを持つ駅となった。また、1968年の御殿場線無縁化により、高津機関区は、車両を無配置となった。百七十九年には、下蘇我駅寄りに開設されていた高津、 機関区電車基地に湘南電車が配属されることになった。また、1987年の国鉄分割民営化により、東海道本線の東京駅から熱海駅までが JR 東日の管轄、御殿場線が JR 東海の管轄となり、東駅は両社間の分解駅ともなった。1 9 0年5月1日に第一種東海道編が発表された鉄道省下。 大和田武木作詞、多倍地作曲では、12番に、構図が、小田原電気鉄道との接続点であったことから、構図を売れば、電車あり、佐古小田原とおからず、と歌われているが、初版では歌い始めが、構図を売れば馬車ありてとなっていた。これは、発表が、ちょうど、小田原電気鉄道が、馬車から電車へ動力を改めた時期に位置したため、急遽書き直されたからである。 単式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線、合計3面5線のホームを持つ地上駅。単式ホームに隣り合って設置された駅舎はコンクリート造り4階建てとなっている。ホーム間は地下道及び古墙橋で結ばれており、原則として1.24.5番線を JR 東日本の東海道線、3番線、一部は2番線を JR 東海の古典場線が使用している。 3番線の加ヶ方に、5点場線の0キロポストがある。構内は、JR 東日本が所有、管理しているが、1番線の事務室付近に、JR 東海のまず運浴の構図名所がある。両社の財産上の協会、財産協会は下蘇ヶ方にある、第1条内信号機、最も外側の信号機設定されている。 JR 東海五殿場線の線路は下蘇我方で、JR 東日本東海道線の上り線を高架橋でまたぎ、五殿場方面につながる。JR 東海五殿場線は東駅と下蘇我駅の中間まで、JR 東日本構図車両センター出入区線、入庫線が並行するため、ここまでの間は、伏線のように見える。車両センターへの出入りのため、一部列車は当駅が、 始発終点となっている。出入陸線には、社員輸送車も運行されている。また、これとは別に、御殿場線の線路から、駅構内で、東海道貨物線へ接続する貨物線もあるが、これは、高架橋ができる前の御殿場線のルートを流用している。御殿場線の定期貨物列車がない今では、東海道貨物線経由列車の出入庫に使用されている。 JR 東日本が運営する直営駅で、二宮駅、鴨宮駅を管理している。緑の窓口、指定席券売機と、スイカ対応自動改札機、自動券売機が設置されている。なお、スイカエリアである JR 東日本線、熱海、東京方面では、パスモとかアイコカなどの定型 IC カードも利用できるが、松田方面はカードは利用できない。なお、 2019年春に、御殿馬線の都かエリアを拡大する計画であるが、引き続き、当駅から御殿馬線に向かうことはできない。駅舎は、鉄筋コンクリート4階建てのかなり大規模なもので、あるが、旅客用のスペースは小さい。当駅の東京方にあった、機関庫は、鉄道関係のものとしては日本で、最初の鉄筋コンクリート建造物ともわれる。 歴史的に貴重なものであったが、解体され現存しない。1888年7月に、足柄下郡高津村で、旅館業を営んでいた、飯沼秀が、高津停車場構内で販売した、竹の皮に包んだ握り飯にたくあんを添えたものが、東海道本線最初の駅弁とされる。以後、明治時代には次のような駅弁が売られたという。1923年、 大正12年4月20日に森山乳業が製造したコーヒー牛乳を扱い始める。これは瓶入りのコーヒー牛乳を店頭で販売した初めての例であるという。1933年昭和8年には個人営業から法人組織へ移行し、飯沼秀では現在小田原駅などで駅弁を販売するこの10日券 神奈川県小田原市初代経営者とされる。東海県は2.3番線ホームの売店で、校内営業を行っていたが、2007年に廃止された。現在でも大型時刻表には、高税駅の項に、駅弁取り扱いのマークがついているが、売店があるのは改札外、駅前広場向かいだけとなっている。主な駅弁は、下記の通り。 2017年度の1日平均乗車人員は5,998人であった。小田原伊藤の東海道線内の快速、アクティ停車駅では最も少なく、通過駅の鴨宮駅、二宮駅、大磯駅、辻堂駅よりも少ない。御殿場線利用客は JR 東海の管轄から、甲津駅の利用乗車人員には含まれていない。近年の推移は、下記の通り、 当駅は小田原駅付近から延々と続く市街地の東端に位置している。南側には現代の東海道たる国道1号線や青昇バイパスが走っており、青昇バイパスには洪水インターチェンジもある。駅の南方には海があり、かつては洪水海水浴場であった砂浜が広がっているのを見ることができる。戦前は湘南秘書機関の地として海を見下ろす、 丘陵地を中心に、生在改人の別荘が置かれた。文人たちもよく訪れたといた。国道1号線沿いの駅前商店街には、洋館や看板建築、出桁、出下桁作りの建物が多く見られたが、商店の衰退とともに姿を消しつつある。駅裏手から、御殿場線方面に沿って伸びる丘陵は、みかん栽培が盛んであった。現在でも、みかんの花が咲くと、 駅構内でも香りでわかる。構図という地名は、昔大磯町西部、国府本郷、国府新宿付近、遺説もありに、相模国国府があって、それに近い港ということで付けられたと言われる。東駅と下蘇川駅の中間には、JR 東日本の構図車両センターが広がっている。小田原市は2007年度に、構図駅前広場の整備工事を行った。 東側にバス専用の進入路を新設してバスとタクシー、一般車を分離した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。